はい、ということで後半戦スタートです。ということで桜田先生、この後の違いました、瀬戸先生でした、失礼いたしました。やっぱりこのね運動を続けていくと本当にいろんな人たちがこう関わってくる。で、まあ、瀬戸さんにも、ね、いろんな思い出のある人たちがたくさんいると思うんですけども、まあ先ほども話に出た玉川坊とかね、まあ、亡くなったっていうのは私もちょっとびっくりしたんですよね。びっくりしました、うん、まあいずれは亡くなるだろうとは思ってたんですよ。この人糖尿だったんですよね。で、まあ薬とか打ってたらしいんですね。で、あとあの天国太平、まあ、これはもう酒好きで亡くなったわけですけどね。これも亡くなったと死にました。もう死んでいいんですで、残ってるのが桜田修正。いや、私もこの体まで生きてるでしょこのね、この3人は本当に私もね思い出がありましてね、ちょうどここですよ、渋谷のね反対側のところに、あの109ってあるじゃないですか、その裏手の方にですね、センター街の方に、あの8月のクジラっていう有名なバーがあるんですよ。映画のタイトルつけてくれる、あのトラトラトラとかですね、ああいうあのお酒出してくれるところなんですよ。でそこであのみんなで集まって、まあ、最後ね、まあ、あの飲み会するんですけど、場所大体わかるでしょ、今言った名前でね、あのそういう騒いでいいところじゃないというのが、わからないのが3人いるわけですねこの3人でしてですね、それ で天国太平の紹介でその8月のクジラに行って、もうこの2人がギャースかピースか騒ぎまくってですねで私あの途中でいたたまれなくなって、あの帰ったんですよ先にそしたらあの後で聞いたら、あの天国さんに後で聞いたらですね、あの玉川ボートと桜田修正があんまり騒ぐもんで8月のクジラから出入り禁止くらったというであとあの瀬戸さんはどんな人に思い出があるでしょうか玉川ボートさんはね、私があのノーマーとあのヘイトスピーチ対策法について討論会を開いたんですよ。でその時にこちら側で私一人で相手二人だっつうんというか、誰か一人いないかなと思って玉川さんに頼んだんだよね。でもあの方ね、なんかこうノーマーにやり込められちゃったんだよね。でそれからなんか私に対してこうちょっとねなんか私のこう悪口をいろいろ言い始めて、私もね随分困ったんだけど、まあでもまあそんなにはねあの言われなかったけど、ただ玉川ボードさんがあのあれ、今あんまりちょっと我々の運動に出てこないけど、あの優さんっていうね方ね、あの人になんかその私の悪口言いつけて、で私が彼から電話もらって、なんか私のこと言ってますかみたいなね、いやそんな私言ってないよと言って、それでねあのまあ喋ったことありましたけど、彼も今こんなに言ったら彼のことでちょっとこの前私のなんかブログがあれかな、なんかの選挙に出たんですってね。あ、そうなんですか。なんか、なんか選あの市会議員じゃなくて村会議員だからかはありませんけど出たんだということを書いてありました。だからまあ今もって健在は健在なんだなと、活動はしても、まあ、活動の場には出てきてないけどね、かなり愉快な人ですね。やっぱりこう我々の運動ってこういろんな人が入ってきて、まあ、もちろんそこにとどまってねこう活動を続ける人もいれば、入ってきてスーッと出ていく人たち、まあ、こういう人たちもたくさんいますよね。 あんまり情熱を持ってこう、ね、こう何だかなこう周りを見ないでこう突き進んでる人って意外と途中でこう折れちゃうっていうかね、やめる人、同じこと言ってるでしょ、やめる人いる私と全く同じこと言ってるでしょそうですか。いやだからね、もう15年間この活動をやってきたらもう毎回毎回見てるから分かるんですよ。もう最初にね、もう私はね、桜井さん、あなたの主張にもう心からね同意します、私はもう死んでもついていきますっていう人ほどすぐにいなくなりますからだからね、あのこの前ね、あのスカイプで話した時に、去るもの追わずねっていう感じで、やっぱり来るもの拒まずっていう感じで、私そういう感じなんですよ。でね、そういうような話ね、もうやめた人は戻ってこないんだからいいじゃないかって言ったらね、投資も私と同じ考えだっするから似てるなと思って、やっぱりね、これ知識じゃなくて経験ですよね。あ、そうですね、うん、だから経験則的にもう離れていく人が大体わかるんでとにかく一生懸命やる人ってなんかこう
一生懸命やってる割にはこうすぐに成果を求めるんでしょうね。もう我慢できないっていうかね。だからこう不満が出てくるんですよね。だからその不満をこうまた我慢できない性格の人っていうのは、まあ、口に出たりこうねするんで、まあ、今はこうツイッターとかいろいろあるんで自分の意思をこうストレートに出しちゃうんだよね。後先考えなくね。だからやっぱりそういうことでこう随分失敗してこうなんかこういなくなってしまう人がこういるんで、もったいないなとは思うけど、でもそれなりのやっぱ責任を取るわけですからね、まあ、しょうがないかなというふうに私は考えてます。ただどうなんですかね、はい、そうやってストレートにぶつけるっていう、まあ、そういう人が抜けていくっていうのは分かるんですけども、うん、でそのまた別の運動をやるんですけど大抵こうフェードアウトする、消えていくんですよね、うん、あの運動で成功した人っていうのもあまり聞かないですね、うん、まずいないんですよね。まずいないでしょうね。だからやっぱり、ね、いつの間にか消えちゃうっていうかなんかほとんどそうですよね。だから運動ってやっぱりね、あの私が考えるんですね、15年間やってきて考えるにやっぱりこう地道な努力なんですよね、うん、はいはいはい、だからその今瀬戸さんが寒生を潰したで、あるいは桜井がと言ってこうネットでこういろいろね持ちはやされるけれども、でもその下にずっとやってきた運動っていうのがあるんですよ、うん、それがねやっぱり見えないもんだからわからない、うん、で今言われた通りその自分がこうやるんだというので、うん、こう出てくる人間、うん、だから出てきてやればもうすぐに桜井みたいな瀬戸みたいなそういったこのなんて言うんでしょうか、うん、あの成果が上げられると思い込んでるんでしょうね、うん、本当にねなんか本当にいなくなった人多いね。なんかあのちょうど神田物問題で我々と私らもね捕まるみたいなこと言ってた人が毎日なんか YouTube でやっぱり上げてた人も突然なんか全然最近見なくなったしね。だからやっぱりね長続きしないですね、確かにいろんな人いたけど本当に今どうしてんだろうっていう人ばっかりだよね。まあだからある意味こうなんですか淘汰されていったのかなというですね。ただやっぱりあのヘイトスピーチ対策法ができて、あの芝木隊ができて、で芝木隊によってこうやっぱりあの家に行かれたり事務所に行かれたりして嫌になってやっぱりもう出てこなくなった人っていうのはまあ気の毒だけど、そういう方いましたね、うん、だからまあここで名前挙げるのちょっと問題あるかもしれない。別にその実際なんであなた出てこなくなったのっては直接聞いたことないけどね、まあ、私と一緒に活動したあのメタル兄弟の、うん、兄弟もねなかなか熱心にやってたんだけど、突然やっぱりああいう芝木隊が、出てきてやっぱりこう職場とかいろんなところに行き始まって、あとデモに来た人でも女性の人なんか特にこう付け回されて家まで行かれたってね、そういうことでやっぱりこうあの来たいんだけど来れなくなってしまったっていう人はまた別な人なんだけど、そういう意味では芝木隊とかねあの高橋に対するね俺も恨みは強いよね、そういう意味では本当に。だからやられたらやり返さないと、ですからあの、うん、何ですかね、チャン・シマっていたじゃないですか、はい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 、あの男組とかいうやつ、あれ の東京駅のど真ん前にあいつが勤めてたあの大和証券ってありますね、 ありましたね、あそこで凱旋ぶっかけてあげましたんで、はいはいはい、そうしましたらですね大和証券クビになりやがってですね、あ、はいはい、であと F 世間に勤めてたあのパヨチン久保田っていうの、これも凱旋ぶっかけたらあの、はいはい、クビになりましてですね、はいはい、もう結局あのやられたらやり返されるんだっていうことを彼らに突きつけないとわからないんですよ。まあ本当にこういろんなこう人間が出てきて消えていくんですけれども、でもそこでね最後まで残ってるのがまあ我々というか、もちろんあの他にもねあの関西に行けば仁さんとか荒牧さんもいれば、で九州に行けばあの仙崎のお父っつぁんもいればという形ですよね。だからこの輪をどんどん広げていかなきゃいけないですよ ね、うんうん、まあということでございましてですね、今日は瀬戸裕之さんにお話をお伺いいたしました。まあ本当にあの今日何分、もう2時間です。いや2時間本当にお疲れ様あのこの後瀬戸さん帰らなきゃいけないということであのそれでね今日はもうあの集中的にこうね、うん、瀬戸裕之アワーでやってみたんですけれどもいや本当にあのお疲れ様でございました。どうもありがとうございました。